はい、今回ですね、多分初めてだと思うけど、2回目かな、1回目かな、分からへん。自分ら調べてみて。よいしょ。モンテネグロの司法ですよ。ヨベティッチですよ。いいです。いたな、そういや。マンチェスターシティにいたんや。オフェンス17、テクニック18。結構や、まあまあや。これどこがポジションやったんや。センターガードか、サイドアタッカーか。まあ、これだけじゃわからん。でもサイドアタッカーではなさそうやな。185センチ、いい型に持ってるやん。89年、あ、もうでもあれか、30オーバーか。そうやな、最近効かんな。どこにやろ、これ。ヨベティッチ。全くなんかもう消えたよな。消えた天才やな、まさに。33歳。そして、今は、無所属と。もともとはどこにおったの？セルビアのクラブチームやってるね。で、フィオレンツィアの、フィオレンティーナになんかブレイクしたって印象あるよね。で、シティに買われて、これがシティか。シティの時だからタイトル取ってるよね、ちゃん、プレミアリーグの。で、その時でもなんかあんまりブレイクしたって感じじゃないよな。インテルにこれレンタルなのかな行ってるよね。でもすぐ出されて、セビージャ、モナコ、ヘルタベルリン。まあ、もう点々としてるな。やばいな。実際のプレイ見てないんでね、どんなプレイやなんやろ。わからへんな。で、ヘルタベルリンからクビになって、今、所属と。まあ、どっか決まるかもしれないけど、もうビッグクラブ無理やな。もう中東行くしかないよな。まあ、モンテネグロ代表としてはもう、ね、68、8試合で31ゴール。もう、あ、センターフォワードか。モンテネグロのもう司法やな。まあ、残念ながらでもブレイクって感じじゃないのかな。なんか、どこでブレイクしたって言われてもわからへんし、どんなプレイスタイルって言われてもわからへんし、このまま引退っていうパティーンもあるんじゃねえかな。無所属か。でも J リーグとか取ったらいいんじゃない？でも、あれか、走れへんかな？よくわからへんな。どんなプレイなんやろ？ J リーグやったら走れへんかったら使い物にならんからな。まあ、中東か、アメリカか、あとは万が一か、何？モンテネグロ？モンテネグロリーグに変えるか。もうどれかじゃね？